this coming October 7th, this fight against Kenshiro, the one of the greatest fight on this card. I'm happy to be included in this fight card with Naoya Inoue and the all the PSS fighting for this card. So I need to prove that I belong to this card. 10月7日、ケンチロー選手との試合がこの大会の中で一番いい試合だったと思ってもらえるような試合がしたいと思います。WBSS の中にこうやって入れていただけたことも嬉しいですし、井上尚弥選手と同じ日に大会と中の一つの試合として試合できることを嬉しく思いますけれども、やはり自分が強いところを証明しなければいけない大切な一戦になると思います。チャンピオンの弱点は経験不足とおっしゃっておりました。今回の試合ではメリンド選手の経験が生かされる展開が訪れると思ってもよろしいでしょうか。Yeah, experience is the key of victory. And about the distance is I don't know what distance he knows the distance about fighting distance or the distance of the reins orthe distance of the rounds. So what I mean is the distance of the rounds. If we fought 12 rounds, I'm more advantaged because I'm a lot of experience. But in the distance of reach, I have an advantage because I have a reach, a long reach. And then if his advantage is he's taller than me. But it's not a basketball, it's a boxing.はい、経験が差を生むというように言いました。そして彼のポイントも距離という言い方をしておりましたけれども、この距離というのは英語だとディスタンスという言葉になります。このディスタンスというのがどこを意味しているのかにもこのポイントは寄ってくると思います。それは、長い試合ということをディスタンスファイトと言いますけれども、長い試合になると、アドバンテージだと思っているのか、それとも試合の中での私との距離感というところを含めてのディスタンスなのかというところで、どのようなポイントになってくるかというのも試合では楽しみにしたいと思いますけれども、もし長い試合展開になるようだったら、それはもちろん経験も、そしてスタミナもある自分にアドバンテージがあると思います。そして私のリーチというのもこの試合ではポイントになってくると思います。リーチでは自分の方が有利です。そして彼の狭い、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。お隣ですか。すいません、ありがとうございます。お願いします。